はいどうも、かんちゃんでーす。ということで、始まりました。本日のこの動画、このチャンネル見てくださってありがとうございます。ということで、今回もね、なんかこういう車の中なんですけどもね、それは全然、この動画には関係ありません。部屋だとね、エアコンの音だとか、なんかそういう音がね、するんですよ。隣にね、弟もいるんで、今日も車の中で撮っていきましょう。その方が音も拾いやすいしね。ということで始まります。この動画なんですけども、今日の動画はこちら。ゾダーン、ゾダーン、ゾダーン。なんかこういうくしゃくしゃな封筒みたいなね。これだけ光集めるなんか、すげえ。これが何かって言いますと、これはね、なんかちっちゃい頃にね、俺が二十歳になったら、なんか開けるっていう、そういうやつらしいんですよね、これ。こっち、だってこっち表なんですけどね、ここにね、僕の本名で、めっちゃ汚いひらがなでね、僕の名前書いてあるんですよ。ひらがな全部書くっていうことは、小学校低学年ぐらいなんかね、なんか全然覚えてないんですけど、これ、もうしっかり封もされて、なんか20歳になったら開けるようにっていうやつなんですけど、そんな、こんな封筒を今日は開封して、中のものを皆さんと一緒に見ていきたいと思います。それではレッツゴー。さあさあ開けますよ。しっかりのり付けをされている。オープン。おぉ。しっかり焼いたけどさ、見て、中までついちゃって。待望の中身は何じゃろうな。おっと、こんなものが入ってました。なんか3枚入ってます。こんなペラペラな。見つけてるの見ると作文用紙みたいな感じ。これがなんか小学生でなんかやったような、まあ、全然覚えてないけど、こういうのがあって。そしてなんかこれ画用紙。画用紙になんか書いてあるのかなと思いますけど。あ、じゃあ、作文の方から開けていきます。何年なんだろうね、これ。オープン。はい、作文です。こんな字で書いてある。夏休みにお父さんとドッジボール大会に出ました。3回試合をして2回勝ちました。僕は逃げたり、ボールを取ったりしました。ボールが取れたのが一番嬉しかったです。名前、まあね、ダメだこれ。という作文なんですけど、これを何年か越しに20歳になってこれを読めと僕は言いたかったのでしょうか。それではこの、なんか小学生で書きそうなやつ。オープン。こんな紙。好きなテレビは大王者、恐竜キングと、ドラゴンボールと、ポケットモンスターです。だって。身長、体重。身長、110センチ。16.3kg。何年生だ、これ。大きくなったら何になる？だって。野球選手ですと書いてあるんだけど、これ。俺、野球一回もしたことねえぞ。あ、これ1年生か。これ、1年生の思い出って書いてある。僕とみんなで社会見学に行けれたのが嬉しかったです。だって。社会見学何したんだろうね。じゃあこの画用紙開けていこう。はっ！あーなんか小一だな。今でも俺こんなんだけどな、絵描いても。あ、これさ、太陽がタコみたいになったのふざけたんかな、これ。雲もなんか持ってますしね。これ鳥かな？茶色い鳥。これは何をした絵なんだろうな。多分友達だよな、これ。まあ友達とどっか行ったよっていう。まあというような中身でした。ということで、まあ、今中身開けてみたんですけども、小学校1年生の頃の思い出が、この中には詰まっておりました。名前出とるよな。まあいいや、名前出ても。ちょっと、どんでん、どんでん、どんでん。小学校1年生の時の僕が20歳になってから開けてくださいっていう中身開けました。まあ、小学校1年生ってこういうもんでしょう。20歳になってこういうことしてますかみたいなメッセージはありませんでしたけどもね。一番衝撃だったのはね、僕が何よりも、小学校1年生の時に野球選手になりたかったことですね。僕一回も野球してないし、その後サッカーしてますし、その後バスケしてますからね。全然野球に携わってないですからね。そういうとこで終わります。それでは今日も見てくださってありがとうございました。小学校1年生の僕のお手紙とあれでした。それでは。
バイバーイ。